ユーチューバーはどうなるっていうですね話からやっていこうと思いますえ今年もですねユーチューバーの方々からですね愉快な不祥事がいっぱい出てきました例えばですねあの光る んですかさんだろうな、まああの、ネット界のインサイダー取引みたいに言われたんですけれども、まあ、それの謝罪事件というのもありました。あとは、はじめ社長のです、ねえー、不倫事件とか謝罪事件とかいろんな炎上がありました。でただ、それでもいでま、ね、だになんかその小学生のなりたいランキング上位にです、ねえー、YouTuber というのはあります。なので まだこれからユーチューバーはいけると思っている人も。まあ、すごくね、多いと思うんですね。で。じゃあ、僕、どういうふうに考えているのかっていうと。ユーチューブっていうものが何なのか。これ、あのネットのですね、メディアっていうのは。え三、ー、つの段階を経て、えー、進化していると思います。一つ目はブログです。ブログがやってきたのは、まあ、流行の発信みたいなもんで。これ、あのオールドメディアで例えてみればですね。なんか新聞みたいなもんなんですね。 ブログっていうのは新聞と同じような文字メディアであり読んで,でどれが信頼するというふうなことでそこをずっとフォローして読むようになっていくっていうような形です。なので読み込んでわ、まあ、かるっていうのがブログだからあのなんだろう人気ブロガーであったりです、ね、タレントがブログ始めましたっていう時になるとまるで新聞のように毎日毎日発行することを求められでその中でも写真だけでなくて文章も求められでそれはその人個人であったりニュースであったりを知るというの媒体になっているという。 割とあの新聞に似てるなといううに思うんですね。ではえ2つ目のメディア、ツイッターですね。ツイッターというのは何なのかというとですね、実は本質的に流れを把握するもの。一つ一つのツイートにはあまり意味がないんですね。ツイートがいっぱいいっぱい出てくることによって、今世間はどう,いうふうに思っているのかっていう流れを知るものがツイッターであると。これ何に似てるのかというと、多分そのラジオに似てるんですね。 ラジオの番組の一つ一つではなくて、例えばそのオリコンランキングとかあの流行歌っていうものが実はラジオとかの放送でどれぐらい流れたのかで決まる時代というのがあったんですね。ラジオっていうのは流行を作るものだった。テレビっていうのはさ仕掛けて作らなきゃいけないんだけども、ラジオっていうのはその日 その週あったこととをすぐに伝えられる、割と軽いメディアだったんですよ。だからラジオの流れ全体で世の中が流れてた時代があったこれが1970年代ぐらいの時代なんですけども、まあ、深夜放送が時代を牽引してた時代ですね。なので僕らは今ツイッターを見るときにツイッターでどれだけ騒いでるのかっていう実はブログみたいに個別のブログを見るのではなく個別のツイートを見ないんですね大きい流れとして見ていると、えー。流れの把握がツイッターの本質であると。 で、ブログが流行の発信であって、で、ツイッターが流れの把握であるとしたら。じゃあ、ユーチューブというのは何なのかというと、新聞、ラジオの次ですから、当然、これテレビなんですね。ユーチューブというのは、本質的にテレビなんですよ。テレビ局っていうのが、その新聞が誰でも発行できるようになった。新聞が一般、一般大衆に開放されたのが、ブログであり。ラジオが一般大衆に開放されたのが、ツイッターだというふうに。 これはあのアナロジーで考えていくとじゃあテレビが一般大衆に開放されたものが YouTube であるというふうに僕はこう考えます。でこの3つですねえブログと Twitter と YouTube のこの3つが揃うことによって20世紀型のオールドメディアですね新聞ラジオテレビというのはもう完全に実はその終わったって言ったら失礼なんですけども古いものになってしまったんですねもうそれはあとテレビラジオ新聞にしがみつきたい人がしがみついてると。 また、新たにですね、まあ、権力としてはものすごく大きいんだけれどもなんだろうな規模はでかいしあと流れなんか新しいものを作ろうとしたら遅いしっていうふうなことで割とあの僕らにとってはうん縁遠いものになりつつあるだからといっていまだ最大のものなんですよ。 このオールドメディアっていうのは何が面白いのかというとじゃあ僕らはブログとツイッターと YouTube だけで生きていけるのかというと生きていける人もいるけども、えー、新聞ラジオテレビがないと嫌な人もいるというちょうどこの中間時期なんですね。で2028年っていうのはもう、えー、そろそろですねテレビラジオ新聞っていうのをないとダメだと思っている人がもうそろそろいなくなりということなんですよ。 10年前だったらそのいやなんかあの新聞とかテレビとかいらないよあのネットだけでいいよっていう人はさすがに少なかった今ちょうど半々ぐらいかなそれでもまあ大晦日になったらあの家庭の中で「紅白」見てる奥さんと YouTube 見てる息子がいるっていうことでわかるようにちょうどこれ半々ぐらいかなでも2028年の10年後の世界ではまだ存在してるでしょうけども新聞ラジオテレビっていうのは かなり影響が少なくなってくるとこういうふうな流れで考えればいいと思いますで、えー、じゃあですね現在のユーチューバーですね、えー、いろんな人がいますがですねどうなってるのかというと僕10年後にはですね誰一人生き残らないというのは死んじゃうという意味じゃないんですけども、えー、今のようにですね何だろうなお金が入ってきたり、えー、成功したりというふうなことは ゼロとは言いませんけれども今現役でいる人たちは全て終わってしまっていて新しい人がポツポツいるような状態じゃないかなというふうに思っているんですね。何でかっていうとですねもう思ったより早くですねグーグルの自動翻訳が言語の壁を壊してるからなんですね。で、えー、ピコ太郎がですねあの世界中でヒットしたように今でも現に YouTube ではですね 言語の壁と関係ないものであればそれは何人が作ったのと関係なく僕らは楽しんで見ることができるんですね。あの 例えば、えー、ロシアにです、ね、隕石が落ちてきた映像とかです、ね、そういう風なものを僕らは昔だったら日本のテレビ局が放送するまで見ることができなかったんですけど僕らは今や、ね、ニュースのソース映像そのものを Twitter などを通して見ることができるとその時にそれがもともとどの国で配信されたのかというのはあまり関係がないですよね。と同じようにピコ太郎のようなその言語に関係ないようなゲーであれば 別に世界中の人が楽しめると。じゃあこれがですね、えー、Google の自動翻訳なり、まあ、どこの会社の自動翻訳なのかわか,かんないんですけどももうそろそろですねついに自然言語対応ができるようになってきたとで今だったら iPhone みたいなものに喋れば1秒後か2秒後ぐらいに翻訳を言うというぐらいの性能なんですけれども、まああのえー、今年から日本でも発売されて来年普及されるであろう。 するであろうアマゾンのエコーとかですね、そういうスマートスピーカーなどがあれ何が普及するのかというと、膨大な言語データが蓄積されるんですね。で、えー、っとこの家庭に置いてあるこういうスピーカーに何か喋りかけて、えー、コカコーラを注文してっていうふうに言うとコカコーラがアマゾンから届くとこういうなんかアマゾンエコーの機能なんですけども、こういうふうなものは何のためなのかと,いうと通販だけじゃないんですね。個人個人がどのように喋るのか、どのように日本語を使うのかのデータ蓄積。 ビッグデータ管理っていうのをやるわけです。ビッグデータ収集管理をやることによってもうその英語勉強しなくていいのかいや本当にその通りなんですよ。僕らが多分英語,英語勉強する理由というのは将来は、えー、英語的な思考法というのが分かってるかどうかだけなんですね。いわゆる女心がわかる男心がわかるようにアメリカ人心がわかるイタリア人心がわかるとそんだけの問題になっちゃうんですよ。だから僕らが 女言葉を学ばなくても女の子と話ができるようにですね。えー、英語を学ばなくてもアメリカ人と話すことは当たり前なんです。よ。だからといって、えー、あのアメリカ心がわかるのかと、もうそれは個別個別の僕ら日本語を流暢に話せても女心がわからないのと同じように <laughs> アメリカ心はわからん、イギリス心はわからんという問題は相変わらず残ります。で、これを克服するのはおそらく10年ではないんですね。 おそらく20年から30年のスパンでパーソナルエージェントっていうのがおそらく個人個人に配属されると僕は読んでるんですけどこれはまあ20年30年の予想ですからこれはまあ将来に置いときましょうまあ個人個人のコンシェルジェみたいなもんだと思ってください。で僕が考えるるパーソナルルアシスススタントトととといいううのは、は、人喋ななレフこ 30年後ぐらいの先の人間はやらなくなると全て自分が話しやすいようにパーソナルアシスタントに言うとそのパーソナルアシスタントが相手のパーソナルアシスタントに話して。 次はそのイ手のパーソナルアシスタントがですね、あの、その対象の人にですね、そいつに分かりやすく説明してくれるという、なんかその、羊同士を介しての話し合いという、言うんでしょうかね、えー。営業マンを通しての話し合いで、現場のトップが話すのはいうか、トップ同士が話すのは最後みたいなものになるんだというふうに。まあ、これ20年後、30年後の世界で、そうは、僕はそういうふうになると思ってるんですけども。 とりあえず10年以内の範囲で考えると、えー、言語による壁っていうのがまあ解けてなくなっていくと多分完全に解けないんですよ。マイナーな言語はのあのなかなか解けていかないんでしょうけどもうーんその時代ね日本語がどれぐらいメジャー言語かっていうとまああの1億人程度しか話していないっていう不利さはあるんですけども。 豊富なコンテンテツがあるとここで日本は漫画やアニメやってて良かったアイドルソングやって良かったと思うことになると思うんですけどもその何でしょうねあまりそういう強いコンテンツを持ってない国っていうのはなかなか翻訳されにくいと思うんですね。多分スウェーデン語語とかですねあののそういうい風なものは、えー、自然言語 なんだろうな翻訳という世界,世界では遅れていくと思うんですよみんなが理解したいと思わないからスウェーデン心をあまり分からないと思わないからでで、すねで。話を戻しますとピコ太郎が世界でヒットしたようにです、ね、海外ユーチューバーとの競争が数年以内に始まると。つまり あの言語の壁が解けてなくなって僕らが喋ったことが一瞬後に英語になって音声で出て,出てくるとで、えー、アメリカ人のユーチューバーが話した南部なまりの分かりにくいテキサスなまりの英語が一瞬のうちにもうほとんど口の動きの不自然さを感じるか感じないかのところでその人のキャラクターに合った声の日本語で自動的に翻訳される世界というのを想像してみてください。それが、年後の世界です。 でその10年後の世界になってくるとその日本人のユーチューバーというのがです、ね、どれぐらいのアドバンテージいわゆる優越性を持つのかと確かに日本でしか発売してない商品例えばコンビニで売ってる新商品の,あのポテチですとこれを今から食べますみたいなことだったらばです、ね、まだ優越性があるかもわかりませんしかしその10年後の世界のコンビニではです、ね、おそらく日本統一で売ってる商品というのがどん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 少なくなってると思うんですね。 なので、無限にローカルか無意味にグローバルかのどっちかになっていくんですよ、この世界というのは。ローカルな話題というのはその町内でしか売ってないものとかです、ね、その地方でしか流通していないご当地商品というのはあるでしょうけども日本全国で売るというのは意味なくなってきていると。 日本全国で売るぐらいだったら世界で売ったほうがいいじゃんか世界で売れないものは大阪市のなんか堺市だけで売ったほうがいいよとかです、ね、東京都の武蔵野市だけで売ったほうが商売になるよというふうな判断になるのでもう無無限ににロローーカルか無意味にグローバルか、意味グバの世界は二分されていくんですね。でそうなってくると YouTuber っていうのはですねもしまだ YouTube という仕様が残ってたとしても 無意味にグローバルな人たちの競争場になっていくと、つまりローカルな場ではですね。youtuber のような広告収入で生きていく人たちの生活が立たなくなっちゃうんですね。そうなると、そこはもうボランティアの人たちばかりの生きる場になっていく。そうすると、その無意味にグローバルな人たちとの競争になってくるとで、言語の壁が全くなくなってくると、もちろん、その中でも日本人のユーチューバーで面白いアイデアを出してやること。 やる人いると思うんですよ。でもその裏にはですね、15億人のインド人がですね。<laughs> <laughs> <laughs> よし、今日の午後こいつをパクってやろうと思って、もっとうまくやるインド人が山のように控えてて、その後ろにはもう15億人もいないんだけども中国人がよし、これをパクってやると思ってですね、っていうのが控えてるんですね。だから僕らはその中の1億人なんですよ。その70億人か80億人の中の1億人なので。なので、その、なんだろうな。 23年,年以内の話なんですけど自然今の Google 翻訳と関係なくですね YouTuber はアイドルとか芸人に置き換わっていくはずなんですよ。僕らはもうなんだ YouTube っていうのは誰でもできるから下から上がってくるのが当たり前だったんですけど下から上がってくる人たちがどん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 不祥事を起こしとなってくると彼らに親しみを持つ前に次から次へと落ちていくっていう状況を見てるんですね。で今その まだこれまではです、ね、あのアイドルとか芸人さんが YouTube を主戦場にしなかったと彼らは彼らでテレビとかです、ね、劇場という部分にプライドを持ってたんですけどでもそういうふうな人たちがどん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 そのこだわりを捨てつつあるので YouTube はかなりタレントさんや芸人やアイドルに荒らされるというふうに僕は思ってます23年以内。 で10年以内にです、ね、それがです、ね、ハリウッドスターとかです、ね、<laughs> セレブの本物のやつらにです、ね、YouTube が荒らされるようになってきてあとはその何億人というやつらが面白いことをやったらもっとそれを工夫して繰り返すというのをやりだしたら日本人の YouTuber 生き残れるかというと今やっている人ぐらいではまあ、ちょっと無理だろうというふうに僕は思います。